どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回もしらす水産で投手育成やっていきましょう。で、こんな感じです。はい、今回は新彼女のなぎちゃんを使っていきたいと思います。このなぎちゃんがハマればめちゃめちゃ強い彼女っぽいので、ぜひね、今後、はい、使っていきたいと思いますと。何がハマればと言いますと、イベントに成功失敗がいっぱいあるんですよね。バレンタインとかデートとか、そこが全部成功してくれればめちゃめちゃ強い彼女だと思います。で、今回のデッキはこんな感じですね。球速2枚、コントロール3枚、試合経験点ボーナスデッキでいきたいと思います。ではやっていきましょう。ということで、変化ポイントですよね。ここをうまく稼げるかどうかが、今回もね、ポイントになってくるんじゃないかなと思います。いきましょう。はい。さあ、ということで、僕もともとあんまり投手育成好きじゃなかったんですけれども、まあ、この高校がね、出てきてから、投手がサクッとで勝てるというところで、かなり投手をやる喜びをね、覚えております。変化ポイント踏んでいきますか。で、PSR をお借りできてると、さっき最初評価10上がるのであれば、もうほぼほぼ追わなくて大丈夫なんじゃないかな。まあ、そういう良さもどうやらありそうですね。で、僕自身この彼女を使うのは初めてです。お、青骨。お、そうだ、風投げを今回も入れてるんでね。風投げは結局どうなんすかね。なんとも言えないですけど、まあやっぱ入れてもいいのかなっていう。まあ本当に必須とも言わないし、難しいですね。まあ入れてあげて全然いいキャラクターだと思うんで今回入れています。やっぱこのね、初手で青骨っていうのは素晴らしいですね。はい。ポイントは少ないですと。まああれですよね。前回ちょっと言葉選びに悩んだ部分もあったんですが、元々のその経験点が、11、22、11っていう分の、その11の部分が投手ですよ、みたいな、まあそういう計算なのかな。ちょっとまあなんと言ったらいいのかわかんないですけどね、未だに。まあまあ今回はなぎちゃん、風なぎじゃなくて、なぎちゃんに注目してやっていきましょう。いやー、ただやっぱ優秀だわ。めっちゃ優秀だわ。これだけ最初から青骨を得ればね。もう言うことなしですわ。オッケー。やっぱいいな。風投げやっぱいいな。で、赤と青があれば必ず青が優先されるようになっておりますと。脱三振ナイス。前回ね、玉持ちと脱三振だけくれなくて、その大きい二つ？なんなんだ？これはそういう仕様なのかなんか言ってたんですけど、そうじゃないですね。はい。44まで上がんないなぁ。これは、妄想でいっか。妄想で、まだ告白は来ないと思うんで、共通イベント持っていきましょう。はい。今日のお昼は？で、この子も共通イベントは1回だけということで非常にいいですね。で、体力回復があるのか。まあ、だったら他で呼んでもよかったですが、上がいいやつ、真ん中がチームプレイ、下が経験点。で、かつ、これ注目したいのが投手作る場合。はい、敏捷ポイントがなんとこんなに入ってくるんですね。素晴らしいですね。はい。この敏捷ポイントの入り。またまた、だから今回、風投げと、この子のおかげで、もう敏捷は十分かな、というところですね。はい。まあ練習いっか。変化ポイント入るし。そこも強いところだと思います。いいね。いやー、なかなか悪くない。ということで、青骨を追っていくよ。いや、やっぱ風投げいいや、これ。めっちゃ強いわ。ちょっと彼女追ってあげたい気持ちもありますが、まあ風投げ追いますか。これ本当に序盤風投げだけ追っときゃいいや、もう。なんかあれですね、前回使った時はここまで序盤青骨が来なかったので、その美味しさを感じられてなかった部分もあったんですけど、今回ぐらい序盤からバンバン青骨が来れば、もうめっちゃめちゃ強いですね。はい、ということで、三田村くんもちょっと今回ね、使ってみようと思っています。はい。骨イベント率アップはないんですけれども、まあ、もともとね、安金徳確定。かつ、調子安定ももらえる。で、体力回復も多い。で、試合経験点があるので、まあ、この高校でも引き続き、はい、活躍してくれるんじゃないかなと、個人的に思っております。ちょっと待って、日常編がどっちだったっけ？日常編が通常か。まあ精神ポイント足んねえのかな。結構精神ポイントがこの子が足らない
ようなイメージがあるんで、精神ポイントもらっておきますか。まあこれもショートで、打球反応潰そう。よし、綺麗は本当はもう一回もらってもいいかなという気持ちもあるんですが、変化ポイントが辛いんでね、押さえておきましょう。で、ここで彼女を追いたい。なんで彼女がここでいないんだ。ここで彼女を追わないとちょっと辛くなってくるよ。青骨があれば基本は青骨優先ですからね。今のところもう風なぎの青骨を追いまくってるよ。青骨があれば青骨優先でいきたいな、やっぱり。いいでしょう。さすがに一番弱いとこにしとこう。あ、で、今回のアイテムはこれです。招き猫とお守りっていう例のパターンですね。生きてー！生きてーけど、それはさすがに、怪我率高い。めっちゃ生きてー。てか、いい感じっすね、サクセスが。危ねえ、バント封じ押さえてなかった。はい、変化球よかった。変化球さすがに、ノー変化球は怖すぎますね。で、改めて今回のデッキの確認なんですけど、変化球キャラクターを入れてないんでね。まあ66は絶対盆栽では無理なんで、とりあえず44以上は絶対目指していきたいっていうところで、変化練習の青骨は積極的に踏んでいく。点取れ。うわー、マジか。このプラスアルファの経験点は大切。てか風投げ入れてて野球神のお守り持ってきて負けるっていうのはちょっともうどうしようもないですね。これ以上はどうしようもないな。ちょっと彼女評価が怖い。告白が間に合わない。さすがに初仕様なんで、クリスマス間に合わせなければいけないよ。で、風投げもかなり敏捷ポイントくれるんで、本当に今回敏捷ポイント的にはもう何ら問題ないと。これはダブルタックなのでいきましょう。赤ですが、まあなぎちゃんの評価も上がるし。あれ、なぎちゃんってもともとちょっと評価低めだったりするの？もしかして。そんなことはない？見てみますか？この子の SR の職業が一緒だな。そんなことはないな。OK。これで来ないか、まだ。やばいな。もう一回追っとくか。ちょっとやばいっすね。一回追っときましょう。これで妄想で持ってこれるので。まあ、てか、一回も追ってなかったからですね、ここまで。ナイス告白、ナイスタイミング。で、これはフィッシュ。非常に覚えやすい。ナイス。しかも回復もナイス。あ、今回やばいな、敏捷ポイント。こいつも入れてたんだ。じゃあこれ変化ポイントでいいか、もうさすがに。なんか珍しいパターンですけどね。これもさすがに敏捷いらないだろ、今回。ここで変化ポイントをもらうっていうシステム。須藤を入れて敏捷ポイントをもらわないなんてことなかなかないんですけど。変化もらえますか？これはマジで。良きタイミングできたらね、あっちでも良かったんですけど。体力回復でも。134いくかな。うわぁ、くそ、もう、筋力ポイント4足んない、くそ。これなんだよな。これなんすよね。はい。デートしますか？であればデートしますか？じゃあデート行きます。コツは、低め抑えていいですね。低め抑えましょう。対強打者も抑えてもいいのかもしんないな。まぁ、ちょっとまだ置いとくか。うわ、敏捷128ポイントもある。やば。そうですね、デート行きましょう。ということで、デート1回目でなんと成功失敗があります。これ失敗でしょ、なんか。絵的に失敗。お、成功だ。打球反応です。そうですね。打球反応、ここまで待ってもよかったけど、まあコツが来るんで、そこは押さえといていいですね。はい。打球反応。で、4回目で内角かなっていうコツもあります。素晴らしい。で、経験点も普通にいいですね、今見ると。
うん、経験点入ってきて、でデートはほぼ毎回回復かな。毎回回復3回目だけないか。3回目5回目がない。なるほど。回復量はちょっと少ないけど、経験点はしっかり入ってくるっていうタイプかな。やっぱ低め抑えます。さあ、玉持ち、おーいい、今回奪三振と玉持ちナイス。前回普通になんか得の、あ、でそうだ、確かこいつ入れればこのチームランクが上がった時の経験点の増えが増えるんだっけ、なんかそんなのありましたよね。これいいな、合うな。まあ選手兼彼女じゃないと青骨が出ないっていうのはもちろんありますが、でも全然いいでしょうこれ。まあ、この高校に連れてくるならこのなぎちゃんかな、彼女キャラクターは。これデートしたら体力回復量もったいないんだよな。デートしたら体力回復量もったいないっすね。でもデートだな、冷静に。これはデートですね。デート、2回目は成功失敗ないですね。で、あと確かクリスマスも成功失敗あるんですよね、この子。そこはやばいですよね。クリスマス失敗して経験って半分になったらさすがにちょっと辛いかなと思います。成功率がどれくらいあるかっていうのがまだ初見なので何とも言えないんですけど、初仕様なのでこれが成功率高ければいいですけどね。渋いな、青骨出てくんないと。まあここは選手兼彼女の前回と比べるとそれはこっちは少なくなりますね。やばい、134、4変化量4、無理。しかも怪我率も 5% 高い。134、よし。抑えるか。なんだかんだ抑えるか。よし、今回130キロだったんでよかったですね。わあ、まあこれはもう仕方ないね。これはもう仕方ない。さあ頼むよ、これ成功失敗あるっていうのがね、なかなか。よし成功で、経験点普通に入ってきて体力もしっかり回復で、手応えのコツがきますね。素晴らしい。手応えはもう一回もらおうか、さすがに重たいですね。まあ行こうかな。次ただ3回目なんでやる気回復しかないのであればデートでもよかったですが、まあ、うわっ、マジかマジか。まあいっか、初詣はそこまで変わんないか。ここは成功失敗とかないです。普通な感じですね。本当にザ普通な感じです。そんなに、そんなに今回評価上がってない。なぎちゃんってもしかしてデートで評価上がらない彼女なの？そんなこともない。あーははは、3回目でめっちゃ評価上がるんだ。じゃあさっき言ってればちょっといけたのにな、なんていうのもあるけど、まあまあ続けていきましょう。なるほどね、3回目でめっちゃ上がるんだ。1回目2回目が上がらなくて3回目でバーンと上がると。まあお守りはこの高校基本持ってこないと思うんでね。2回目も上がってるか。なんだこれ、ちょっと初期評価低いのか。なんだ、なんなんだ。一回じゃあラブパか何かを狙おう。さあ回復。三田村智明、これここっすよね。で調子安定、ナイス。これ急速依存ですよね。早いな。先に玉持ち抑えるっていうね。もう勝負に出てるんですよ、いわば。デートやったら体力回復量もったいないな。ちょっと青骨がいい感じで来てくんないな。
どうしましょうか。悩ましいなこれ。まあ監督評価一回いくか。さあ行きましょう。まあこういう高校固有のイベントもあると思うので、はい、そこが来てくれれば。頼む、成功して、お願い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 。よし、イエス、ナイス。コツ1だけど OK。 久々だな青コツ。青コツがしばらく来てなかったですね。これは敏捷ポイントすごいぞ。シビレンいっぱい来るな。なんかシビレンがいっぱい来ますね。はい、火消しで、そうですね、変化ポイント辛いので今回はまあスローボールでしょう、間違いなく。 OK、 行きましょう。さあ、いやーなかなかいい彼女ですね。まあ野手でも使いたいですね。ぜひまた野手でも使ってみたいなと思います。行きましょう。さあここからいいよ。初詣ぼっちでこの経験点はなかなか出てるよ。さあ青コツを追っていきたい。67は上がんないでしょ。42、そっちはいけるかも。67無理でしょ絶対。いや無理ですね、絶対絶対無理だよね。意外と惜しい。40いくつだったっけ。2か。 OK、 こっちにしましょう。うん、バレンタイン前に体力も減らせたと。でバレンタインも確か成功失敗あるんだよなこの子。コツは根性。さあこれ成功すれば最大値上がります。 OK、 最大値上がってなんと緩急のコツもきます。ということで緩急、内角、あと打球反応とコツが来るのか。まあこの高校との相性を考えてもいいですねそれ。はい、素晴らしき。あと青コツもうちょい出てほしいよ今回。やめて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 ー。よし、いやーいいね、これはいい彼女だよ。だからなんか評価辛いような気がするんだけど、なんだろうな、なんかあるかな。これって彼女入れてたら牽制のコツの確率上がったりしないのかな。よし、真相はわからないが来た。緩急もね、本当は今回変化ポイント辛いんでもう一回取ってもいいんですけど、やっぱ他のいろんなコツを取っていくことが大切かなというところで潰しちゃいます。よーし、いいね、ダブルタック。やる気落ちてるけどまあいいでしょう。変化辛い分あとの基礎値はいっぱい上げていきたいデッキですね。まあ徳能はほぼ全取り。これコツさん来ないと辛い。イエス、タガスクリニック。うん、これはデートです、これはデートです。手応えは変化ポイントさすがに辛いな。うん、でも全体的にそうそう悪くはない気がしますね。いきましょう。まあ試合経験点あるんでね。はい、言っても今回は超試合経験点デッキ。まあ風なぎはあれですけど。よっしゃ、内角来たってことは成功か。 OK、 今回はイベント全部成功した。これ成功率どれくらいなんだろうなってずっと思ってたんですけど、わかんないな。1回しか使ってないから何とも言えねえな。とりあえず今回は成功してる。変化量4、あ、いけるんじゃないかこれ。よし、いけた、ナイス。え、いける、いけるよね。よし、ナイスナイス。これほんと変化は踏んでいかないと。あ、やばい、内角潰しちゃよかったけど、潰せなかったわ。
ポイント的に潰せてなかったんで、内角来るな。よし、オッケー。いいぞいいぞいいぞ、素晴らしいぞ。よしよしよし、やっぱ精神ポイント足んないよな。よし、いいねいいね、そこに来てほしい。精神ポイント足んないのはやっぱ投手の特能が意外と精神ポイントを使うものが多いというところですよね。多分そうだと思います。これゆえにコントロールが上げられないんだよな今。ゆえにこれがね、うわ、くっそ、これなんて割と、行きやすいのに。43、くっそ。まあ、これがこの高校ですよ。それが嫌なら、風なぎを入れろ。やっていきましょう。ただ、あいつが骨イベ率アップを持ってれば、もう僕は、最優先で入れてましたね。で、最後の経験点やば。最後の経験点やば。コツ1かコツ3らしいです、これ。最後の経験ってやばいな。やっぱ強いっすね、これ。伸びコツ、ここだっけ来るの。わかんない。どっか来るよね、なんかのイベントで。来てほしいな。渋い、それは渋い。これ妄想しとくか。オッケーオッケー、総合力上げて経験点もらうと。よし、ダブルタックいいね。さあ、で、あの金徳が新金徳ですよね。火消しの上位。うん、来てる、取れる。オッケー。まだただどれも能力が A になってないんで、そこが怖いな。手応え。風投げやっぱいいかも、いいかもな。オッケー。ポーカーフェイス来ないでね。あと投手も来ないでほしい。抑えてないので今。安全圏。あれ、抑えたっけ。抑えてないよね。抑えてないじゃなくて、抑えられないんですよね。それにしても精神ポイント足んないな。三田村が精神ボーナス持ってるんで、今回は大丈夫かななんて思っていましたが、全然大丈夫じゃない。よしよしよし、ナイスナイスナイス。ちょっと強いとこ行きますか。ここ行く？まだ評価が危なさそうだな。だったらデート行くっていうのもありですけどね。44は行くでしょう。とりあえず盆栽だと44目標にやっておきたい。はい、ちょっと能力上げて試合に勝とうとしますね。チームメイトもう大丈夫だな。じゃあ休む。まだイベントで評価上がるでしょ多分。はい。ほう、これはちょっと楽しみになってきたよ。まあ最大値上げときましょう。最大値上がるイベントが多いのもいいですね、この高校。まあ普通に総合的に見て強いっすよね、これどう考えても。もうちょっと立ち回りさえ磨いていけば絶対強い選手作れると思うんで頑張っていきます。さあ勝ってくれよ。ほらもうこれは無駄だって。こっち総合評価 B に風なぎいるんだもん。いや風なぎいるんだもんって、いて B か。だったらもう一個下だったら勝ってたかもしんないし、やっぱ下をついていくべきなのかな。でも今回はもう4200点出てる。今回はね、言ってもあれを持ってきてたんで、野球神の守りを。ここ難しいよな、考え方が。はい、投手以外、投手以外、投手ポーカーフェイス以外。重い球ナイス。ま
ナイスではないけど、対左とかの方がいいけど、まあまあいいでしょう。お、金徳とりあえず全部来るんじゃないか。これ今まで全部もうめちゃめちゃ金徳失敗サクセスばっかやってたけどね、この高校で。67は無理よ、67は無理よ。タックもあるのか。普通に持ってるコツは伸び、あ、伸びきたらいいかも。打たれ強さ、伸び、急速骨、行くか。どれ来ても結構いいですね。うん、伸び、ダブルなら考える。ダブルだ。8%。 もうパワープロ、パワープロ、パワープロ、これぞパワープロ、 This is パワープロ、これがパワープロなんだよ本当に。 8% だぜ。今休むっていう選択肢もできた上であれをやったんだぜ。 This is パワープロ、 This is パワープロ、やっていきましょう。くそ、経験って100以上入ってたのに。さすがに投手潰す？いやー結構辛いな。来ないでくれ。よーし、いいねいいねいいね。でこいつも最大値ここで上がるのか。これイベントがうまく早めにはまってくれればめっちゃ強いデッキかも。まあ変化ポイントだけ本当に稼ぐことだけはね、しっかり意識してればいいかもしんないですね。うお、下の方はほぼ取れたな。あと上の方、上の方が取れてない今回は。で1個 A にはなりましたね。どっちにしようか、どっちでもいいな。よしよしよし。妄想、これでそう、S まで行くことあんのかな。S まで行くことあんのか、チームランク。そこでも経験点入るのか。まだ僕は A までしか行ったことがないですね。ちょっと今回全体的に青骨が少し少なかったかなと思います。はい、もう投資取んないとな。さあ風投げ置きたいとこ。よし、対左。これ一回、そうですね、あいつの評価が少し怖いので、ここで彼女とデートしますか。もう終わっているので、うわー、これ来る？なんか運悪いな、なんか運悪いな。いや今のは相当運悪いぞ。それ来るか。行きましょう。お待たせいたしました。今のでね、喫茶店でも公園でも行ければよかったんですけど。もうナイスピッチゾーンのおかげで本当にナイスピッチがすごい。まあ今回もチームランクも上がってますし勝てるでしょう。サクッと勝てるでしょう。よし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 。さすがにこの高校に負けるわけにはいかない。くそー、今の体力、くそー、どうしようかこっから。どうしようか、メンタル練習に来い。君がメンタル練習っていうわけではなかったんだが、まあ言っておこう。
評価が怖いっすね。今のでいけたかな。もういけてますね、多分。はい。軽いの取っとこう、軽いの。対左も取ってもいいですけどね、いろいろコツが来てないので。いきましょう。お待たせいたしました。6番。バント封じ。7番。さすがの安定感ですね。うわうわ、あ、よかった。これだけナイスピッチゾーンがあると、ワンアウト満塁だともうツーストライク目からナイスピッチ使っていくのありなんじゃないかと思うけどな。本当に先手必殺の効果は、けど1球目か、内角の方がいいかな。でもあっちの方が精神ポイント使うよな。オッケー。うん、オッケーオッケー。よし、久々の和骨。やっぱ風なぎか。結局お前か、和骨くれるのは。最後の最後まで青子作れるのはやっぱお前か。29、言っても29だからな、10いくつ、半分ではないんだよな。半分になってるわけではないんですよね。風なぎか、やっぱり。信頼できるのは風なぎだったか。対左を抑えるのは本当にありなんだが、伸びのために。よし、行きましょう。まあ4-4はなんとか行くでしょう、変化で。だから先制引いた時にこれが6-6、まあ6-6いかなくても6-4になればなぁなんて思ってます。あー、危ねえ。この高校じゃなかったらあれヒットになるよ。カンパチがキャッチャー二重丸を持っているのも素晴らしいと思います。スタミナがいいでも十分完投できるので。てか今回あれっすね、コンスタ EE、 まあ球速はちょっと上げてますが、変化量も上がってない。要は基礎値が上がってない中で、まあ、青骨それなりに踏んだと思うので、ちょっと見返してみないと何とも言えないですが、相当風なぎの青骨いったんじゃないかな、今回。前回の風なぎ回はここまで追ってなかったので、なんか結論としては、まあ、どっちでもみたいなこと言いましたが、今回だとこれ入れてた方が絶対試合経験点減っても良かったですよね。うわー、これ評価怖えな。言っとくか、もうこれでさすがに大丈夫でしょう。ちょっと本当にさっきのデート行けなかった問題がかなりここに来て辛くなってきている。うん、対左抑えます。クイックも取るぜ。もうよし、クイックを直撮りするぜ。打たれ強さも抑えに行こう。50でしょ。よし、 OK。 お待たせいたしました。8番。しらす先制のピンチを迎えました。2アウトランナー1塁3塁という場面で徳永。
第2球、2球目ストライク、浮田、まずは簡単に。さあ頼むよ、頼むよ、見逃し三振、浮田。よーし、いいね、いいね。やばい、本当に負けてないぞ、まだ。まあ、練習試合はあれですけど、練習試合以外はまだこの白洲高校を始めてから、一度も負けたことがありません。もうこれにハマっちゃって、もう投手ばっかり作っちゃう。野手もやれよっていう話なんですけど、まあ、また明日は野手でもやりますか、じゃあ。あ、風なぎ野手に入れても意味ないか。野手に入れて投手計算されるならこいつ最高だなと思ったけど、それはダメか。使うなら投手か、基本は。で、まあ今回は本当にその敏捷ポイント入りすぎ、こんないらねえって言ってたんですけど、結局クイックの直取りとかがあるんで、やっぱりいくら持っててもいいですね、これは。はい。結局役立ちましたね、最後。で、伸び骨、まあ、タイピンチもコツが来てないので、そっちを狙っていく。これも他の高校なら絶対ヒットでしょ。しかも、モブがやってなかった、今。あいつは？あー、なんか、あれですね、今変わったけど、サードショートみたいな。ちょっとポジションが違うかったな、今回。見てみますか。いやー、風なぎ強すぎる。てか、風なぎいつも守備だけ上がんないんだけど、なんで？こいつがショートやってんのか。安定感抜群だね。でも最近僕あんま打たれてない気がする。よし。まあでもそれもキャッチャーのおかげだったり守備のおかげか。全然ヒット性の当たりは打たれてるけど、本当に守備がうますぎて全部アウトになる。いやでもうまいって言っても初戦この程度だから、自分のチームの守備って本当すごいんだろうな、普段自分がスタジアムで使ってるチームって。 OK、 一回休まないと。ダブルなら行く、ダブルだ。うん、これ本当に一回あのデートで休めてるかどうかが結構ここに来て響いてますね。150いきましょうか。とりあえずさ潰しましょう。ポーカーフェイスという特能が消えてほしい。あとはなので取ってないのが緊急登板と対ピンチが来てないだけ。まあ伸びももう一回来てほしいといったところですね。これ急速上げるより変化量を伸ばしといた方がいい気がする。 OK、 OK、 行きましょう。 GO。 さあ 4-4 はいけた、多分。いや、やばいやばい、マジかよ、ここで。まあでも仕方ない、この高校はピンチャンないから点取ってくれないことにはもう仕方ない。第2球、内角低めいっぱい、ストライク。キレのある変化球、外れた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。次が5球目。いや待って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 、さすがに頼むよ。信じてる、白洲高校信じてる。 I love you 今だけは、白洲高校しかやらないよ。これ妄想やったら次練習できないか、体力量的に。妄想やってこれ体力量的に次練習できるかな。攻めるか。あー無理だ、これじゃ無理だ。しっかり休めばよかった。まあ攻めるか、最後怪我率攻めればいいんだ。それで150キロ到達、152、かつ伸び取れるでしょう。よし、いいね。怪我もしましたし、初詣もぼっちでしたが、十分手応えを感じております。秋です、やっていきましょう。あーこれやばい、1点を取られそうだな。しらす、ここは外野フライも避けたい場面です。第3球を、おお振ってくれるね、ナイス幸吉。
そう、君は7番顔ね、この間1番打ってたからちょっとディスったけど、マジか、まあ仕方ないね、初球打たれちゃうのはもう仕方ない。そう、初球打たれちゃうのが嫌で先手必殺を結構取るんですけどね、僕。いや待って、大金持ち太郎に打たれて負けるなんていうサクセスは嫌だな、さすがに。いや、これアウトにしてよ。オーケー、これもね、下手なサーブだったらセーフよ。頼むよ頼むよ頼むよ、本当にシラス負け越しのピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で宮原、いや今妄想したから頼むよ本当に。今妄想したじゃん、だって第3球を高め外れてボール、カウンター2ボール1ストライクです。4球目ストライク、第5球空振り三振、バッターはピッチャー、あー銭形か、結構こいついいんだよな。2三振、第2球ボール、スローボールあんま投げてないよな今回。頼むよ、よし、いいでしょう、頼むよ、買ってくれよ。いや、やっぱり安定感あるわ、安定感あるわ、素晴らしすぎる。よー、おー、よかった、いいタイミングでチームランク A になった。しかも青コツ、ちょっと青コツ今回少なめだった気がしますね。はい、いつもに比べると青骨が少なかった気がします。まあ、風投げばっか打ってたしね、しかも。なぜポーカーフェイスはしっかり2回くれるんだ、毎回毎回。最悪3回くれますか、けどね。なぜなんだ、これは一体。教えてくれ。うん。復活取れるでしょう。まあ、あとタイピンチちょっときついな。まあ、いっか、行きましょう。ゴー。守備が B ですけど、あとは A になったんで、守備のやつ以外は来ると。僕も正直まだちゃんと覚えてなかったんで、もう一回見ますか。守備だと、不屈の魂。なので今回は変幻自在、クロスキャノン、脅威の切れ味。この3つの中から何かをくれますと。まあ、もともと被らせなければいいんですよ。僕なんか脅威の切れ味ばっかくれるんですけど、前回も運悪く脅威の切れ味来たし、まあ今回は来ても大丈夫ですけど。なのでこれは入れない。今言ったキャラクターは入れない。まあだからこの中で入りそうなのであれば、そうですね、まあ有能どころで言うと神楽坂か。まあけどあいつ試合経験ってないですよね。神楽坂は入れない。え、あとは、まあ、野球マンか、野球マンも入れない、両方ね。次景品になる野球マンも水木も入れない。変幻自在で言うと、まあ阿久津が試合経験って持っても入れない方がいいと。まあその辺でしょうね。あー危ない、ミスった。これ取れるんちゃう、さすがにそれは無理か。ライト肩いいね、ライト肩いいね。いいよ、まあ、決勝だけは最悪ね、僕は負けてもいいと思ってるんですけど、その決勝すらまだ負けたことがないので。しかも負けてもいいし、一番強い高校ですからね、決勝が最後。暁大附属っていう。あ、やばい。あ、で、そうだ。野手の場合は、この7位アレフト最強説ありますね。ただ僕、アレフト持ってないのし、まあ、新島も45で持ってないので、なかなかこう、使う機会がないんですけど、アレフト最強説あります。はい。フィッシュ。オッケー。手持ち的にも僕はちょっと投手の方がやりたいかなっていう感じですね。さあ今回最後何来るかな。よし、エピローグもしっかりもらいましたね。まあ本当に正月ぼっちだけがちょっと辛かったな。変幻自在が来ましたね。これが総合 A 以上で最後経験点が入ってくるんで、ギリギリだったけどよかったですね。
ちょっとやっぱ総合 A にはしたい。はい、というわけで振り分けていきましょう。まあ変幻自在は取るでしょう。タイピンも丸は取りたい。で復活も取るし、あと変化がまた中途半端に余りますな。まあ仕方ない。155いけるね。 OK。 54にして、あー緊急当番もできれば取りたいんだけど、まあ仕方ないか。ちょっと待ってくださいね。これスタミナコントロール下げて弾道上げよう。もうちょっと精神ポイント捻出できないもんかね。よしよし、これでいきましょう。いいでしょう。 S5。 うん、まあまあいいかな。はい、まあこれだけ経験点出していれば、あのセンス引いた時がすごい跳ね上がると思うんで、なかなか悪くなかったかなと思います。金徳が 1,2,3,4,5,6,7 個で、あ、今回あれですね、タイピンチ20丸以外は特能全部取っています。はい。あ、あと緊急当番か。もうほぼほぼ特能を全部取って、うん、155、D50。ここはいいんですけど、やっぱこっちが、あと最悪1。できればあと2伸ばしたいというところですね。もう盆栽の限界だとこの辺かなとは思いました。はい。多分中継ぎにすれば、これは S6 後半ぐらいかな。うん。というところで、うん、なかなか感触としても悪くなかったかなと思いますね。はい。青骨もちょっと終えればっていうところです。いやーでもよかった。やっぱ楽しいっすね、この高校。もう無限大の可能性を感じるので、ちょっと頑張ってね、今後もやっていきたいなと思います。で、最後に、はい、新彼女のことをまとめますと、非常に経験点いい彼女ですね。経験点いい。体力はちょっと回復は、デートは少ないけど、経験点良くて、あとはコツが入ってくるっていうところがいいと思います。プラスあのバレンタインが成功してくれれば体力最大値も上がって、経験点もがっつり入ってくる。緩急コツも来る。でコツが結構いろいろ入ってくるので、この高校との相性っていうのもね、あるのかなと思いますね。はい。いやー本当にこうやって全部成功が呼べればかなり強いね、彼女キャラクターになっているなと感じましたね。ということで今後もね、この彼女はね、ぜひぜひいろいろ使っていければいいなと思っております。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、サクセス動画いつも楽しみだよっていう方はぜひともグッドボタンを押していっていただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。